隠れてる前にオープニングやったかもしれない。もうネタ切れ前ネタ切れ。まああんなわけわかんないことするぐらいオープニングのネタ切れですね。ということで今日はもう早速やっていきましょう。はいどうも、ゆきです。ごめん、さっきの余韻がまだ残ってる。幸せもんだな、自分で変なオープニング作って自分で爆笑するやつって。まあ僕自身今日も平和だということですね。ということでちょっと仕切り直していい？はいどうもピョッキーです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、フォーシチュー311カッコトロールということで、シチューはみんなも知っての通り、あの食べるシチューのことなんだけど、シチューってさ中に具材がいっぱい入ってるじゃん。だからこのコースはシチューをイメージして311個何かしら設置してあるっていうことなんじゃないかな。これ当たってたらめっちゃすごくないかな。まあプレイしながら311個数える余裕なんてないんですけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.81%。 そういやツイッターのプロフィール欄にさ、ピオキングさんが好きですって書いてくれてる方たまにありがたいことにいるんだけど、その中でもね、ピオキングさんを尊敬していますっていう方もいたんだよね。いやそれやばいって。僕を尊敬していたらこの先こんな感じになっちゃうよ。そんなんでもいいのかなと思って。開幕さけーねー。プロフィール欄とかもそうなんだけど、自分の名前を書いて発信してくれてる方もたまに見受けられるからさ、そういうの見かけたらマジでね、いつになっても嬉しいなって思います。こんなことで絶叫なんてすると思うなよ。まだまだ早いよ、エンジンなんてかかってないさ。今日は絶叫しないって決めたからね。でもみんな思ってるんだろうな、いつも絶叫しない絶叫しないってピオキングは言ってるけど、結局最後は叫ぶんだろうみたいな、勢い任せだけの YouTuber なんだろうみたいな、早くどっか消えろよこのクソ YouTuber がって思ってるんだろうな。ちょっとごめん、言い過ぎた。自分で言っててむたしくなってきた。上のハテナ届かなかったね。じゃあ僕今日ほんと絶叫しないからね。クイーンフューチャリングだ。この扉に入ったらさ、 USA キノコがあったじゃん。 USA キノコを取ったら口ずさみたくなるの僕だけかな。てて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 トロルててててててトロルてて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 トロルてて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 てトロルててててトロルてててててだい成敗されたところだる。こんなやつを尊敬しているはまずいと思う。ちょっと考え直そうがいいと思う。書いてくれてることはすごく嬉しいんだけどね。あのツタに素早く捕まる。そしてこの無敵時間を利用したまますぐ上に行く。完璧すぎる。パーフェクト。まるで教科書のような進み方だねピオキング。来年の歴史の教科書には僕の名を刻んでいることでしょう。そしてここに3体のバネ兄弟がいるんですけど、意外と何もしてこないんだね。なんかしてきてもよかったんだよ。僕ちょっと待ってたよ、バネに攻撃される自分を。バネから攻撃されるのちょっと好きだからさ、正直。さあここでブロックオンオフを変えてあのキノコを取ればいいのかな。それとも右どっち。いや一旦左行ってみる。フェイでさ、思ったんだけど、このコースめっちゃ見たことがあるんだよね。でもしたことがあるようなコースじゃないと思うからさ、多分いろんなトロール職人さんのコースを参考にして作ってるようなコースだと思うんだよね。連続魚はまずいって。なんかね、仕掛けとか見たことがあるのが多いんだよね。そしてここは右。え、ピンスイッチ踏んだらいけなかったみたいな。左はキノコでしょ。頼む、下で合ってて。はい、ダメー。え、このピンスイッチ踏まないで行くの無理じゃない？だってバーがあるからさ、絶対通り越せないもんね。あれ？あ、いけるんだね。え、なんでだろう？なんで先踏んだんだろうね。この辺でジャンプしたじゃん。それで上がってきたとかそんなのかな、ピンスイッチが。まあいいか。これはキノコ、右と左どっちに出る？右にかけようか。頼む、キノコ様！やったー。2分の1を成功させることができました。中間ポイントがあるな。コインの通り行ってみようか。じゃあ右ダッシュで行こう。なんか来い、なんか来い。もう1回ぐらい罠を引っかけさせてね。中間取ってからじゃ遅いんだよ。チェックポイント1を取ったぐらいで僕が喜ぶと思っているのかい。心外だよ制作者さん。僕が本当に喜ぶのはたくさんの罠を引っかけさせてくれる、そういうコースだ。絶対に何もしてくれないよなあ。君はいつも僕を裏切るけど絶対に何もしてくれないよスネオ。仲間を連れてくるだスネオ。一番右に追っておけばいいのかな、と見せかけて一番左に追っておくんじゃない。そしたらあの砲台も出てこないみたいな。だがこれでもう確信した。一番右のマスに追っておいたら大丈夫。バーイ超右ギリギリを攻めろってことか。この辺でどう。オッケーオッケー。そして次はどっちだ、右と左。頼むって、生き火の血をずっともう握っている。こっちが怪しいよ。
あー、ガキの部下しかしないな。なんて書いてるこれ。 UL UL って何よ。ラルバカって言われた。どうもバカです。みんなごめん、言い忘れてたことがある。人間として最低なことをしてしまった。マリオの上見て、はいって書いてるでしょ。はい、どうもこんにちは。いや気持ちいいね、やっぱ挨拶は必要だよ。違うんだって。じゃあ次は左のドアに行こうか。まだまだ僕は罠が足りないよ。そして今下見えたな、左向きのレールがあることに。じゃあここは右押しっぱでいい。あっ、スルタイム。てて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 てもうちゃんと実況しよう。なんかおかしくない今日僕。ちょ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 、右出しじゃもういけないんじゃないの。今左向きでしょ、頼む右出しで行って。カー、何をやってるピオキング、ここがそんなに難しいか。ここで命をいくつ落として。そんな様子じゃ視聴者の皆さんもファンにしかならないぞ。ここさ、ボム兵、いや爆発した瞬間すぐ右に行こうか。これで合ってる。うーわ、惜しい。考え方は合ってたね。今結構いいタイミングで右に行けたと思ったんだけどな。次こそタイミング見ていく。ここ、これはリズム天国よピオキング。お祭りみたいに乗っていけばいけるはずさ。わっしょい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 。さあ次はシチューって書いてるな。はっ、待て待て待て、僕がシチュー毒になっちゃうよ。わっしょいわっしょいは謎すぎやろ。何言ってんだろうね。じゃあここは右に走っていけと。そろそろ中間ポイントにあるんじゃないのか。何もしないでいい、それが正解だ。石親父、ここで右ダッシュするやつは浅はかだよ。石親父についていこう。多分それで大丈夫だと思う。長い、笑いが長い。早く始めろ。さあチェックポイント2も取れてね、さっさとゴールを目指すわけなんですけど、危ないねこの鉄球。さっきと罠が違うっていうパターンありえるかもしんないよ。この辺でなんか音符あったよね。だからそこをジャンプして避けていこうか。そして一旦右の方に行けばオンオフが変わる。変わってくんないか。じゃあここでオンオフした瞬間、いつも右ダッシュしてくら、何もしないでいい。ここは右ダッシュだ。右ダッシュして花をかわして下の扉に入っていけっていうことだろうね。このパンは何だろう。あ、このパンは早く行かなきゃ閉じ込められてるっていうことだろうね。そして次はこのブロックを叩いてみる。やべ、これ叩いたらいけっていうか、こんでか入ったらいけなかったんじゃないの。この差が、あれ、あっつあっつ、全然合ってる。そして上はどっちだろう。下、下行ってみるか。こっちが正解だと信用しようか。いやまだ全然あるよ、希望は捨てちゃいない。下のハテナブロックを叩いてくれる。やった。あの鉄球を信用してよかったね。そしてここは多分鉄球だと思うんだいだ。今日2分の1もう結構成功してるかもしんない。そしてここは右か左か、右のブロックが開く。そしてすぐにジャンプ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 、あの世へジャンプ。絶対右のブロック開いてあそこにゴールがあると思ったんだけどな。そんなことなかったか。さあそろそろゴールがあってもいいと思うんだけど、イエスユーシチュー、はい、あなたはシチューですか。ということで下か上かどっちだ。ここがゴールの分かれ道。下の脳を信用してみようか。多分あの脳怪しいよ。大事な場面だったぞ今のピオキング。あそこで上を選んでおけばゴールできたんじゃないのか。なあ2分の1の神はいないのか。さあ今日はね、たくさんシチューの具になったところでそろそろゴールしに行きますか。この上の土管が絶対ゴールだと思うんだよな。じらしやがって、この左の土管に入ったらゴール。いやなんか嫌な予感しかしねえな。え、ほんとこっちに合ってる。いや絶対合ってると思う。こっちしかだって行き道なかったもんね。はい、シチューでこの顔はまずい予感しかしないけど、そして次はバーイかな。あ、え、これ下落としてくれるんじゃない、頼む。どういうこと、全然意味わかんない。え、他に行き道あった。ここまで他に行けるルートが全然なくて、もしかしたらさ、この下の赤い土管の方にヒントが隠されてたかもしれん。ちょっとよーっと見てみようか。右に鉄球落ちてきたでしょ。でここはさっきの場所だと思うんだけど、あ、わかったかもしれん。あの矢印があるじゃん右に、あそこの下のハテナブロック、あそこを叩けってことなんじゃない。それはわかるか。
だから絶対ここだよ。この上にハテナブロックがあるみたいだ。やっぱそうだと思った。そしてあーボム兵が出てきてあのドアに入ればいいっていうことで、これでゴールなんじゃない？頼むゴールあって。いや、こん中のどっかにゴールがある。人生のゴールがね。今のどうやってかわせばよかったんだろう。この上の場所に避けておけばよかったのかな。そして上のキノコは取れないと思う。まずあの火が、来るでしょ。オッケーオッケー。あの火は一回当たっていいのかな。一旦当たって右に行くことが正規ルートだと、そういうことだね。そしてオンオフしていいの。いやダメだ、この下バーがあるよ。だから上のオンオフが正解。そうだと思う。そして左か右かどっちだ。怖い。頼む、やるこっちで当てて。じゃあここはブラパの方で合ってたのかな。あーここで鉄球が出てきたということで、くそ2分の1。あそこのはめちゃめちゃ悔しいの。もうオートスクロールやめてほしい。そしてここはどうすればいいんだろう。あのパンはどうやって。ここは何もしないでマスターソードを待っておく。そしてパウを叩いたら右に進めるっていう感じだね。あのガリガリのところとかゴール怪しくないっていうか、マスターソード全然出てこないんだけど。あ、右に行ったら出てくるっていう感じで、今ちょっと噛みそうになったね。じゃあここでパウを叩いて、あ、どけでまーん。今日ゴールめっちゃ長くない？っていうかこれどうすればよかったんだろう。こっから指で行くみたいな感じ。そしたら、いやこれ邪魔だよね。どっか行ってくれって頼むって。もうこのまま右に駆け抜けていく。どうにかしていけないかな。こう、よっしゃ、このまま行ってくれ。なんかあるな、ブロックか。結局リンクじゃないとダメだった。もうここの攻略法が分かった。スマートに確実に美しくクリアしてみせましょう。パッペンプルルペンプルルペンプルルペッペペンペペプルペンペレペプルペンペルペプルペン。どっちだい、右と左どっちだい。右。いや何もしないでおこうか。実はこのブロック開くみたいな。この豚野郎が。いや、あそこのブロック壊れるのはめちゃめちゃ怪しい。絶対あそこが何かあると思うよ。ここここ左まで逃げておこうか。そしたらいけるみたいな。この豚野郎が。じゃあここ右か左の土管なんだけど、とりあえず右の方行ってみようか。でもさ、右のブロック壊れるからちょっと見ておいていい？なんかあるんだよ絶対。あれ、なんもないの？え？どうやって行くんだろうあそこに。え、行けなかったじゃんね。どう考えた、あ、いや、危ない。あの中間ポイントだけは取りたくないよ。オッケーオッケー、危ねえ。やっぱりさっきのところで合ってたんじゃん。こっからなんだよな。こっからじゃあ一旦右行った瞬間左行ってみる。ここら辺で左逃げる。オッケーオッケー、これで進めるんじゃない。頼む、誰もないでよ。隠しブロックとかないよな。あえ、じゃあどうやってゴールすればいいの。あ、何も知らんだったらいいってことか。この放題野郎が。もう分かった、絶対に次ゴールできると思う。早く左あそこ近づかなきゃあのドッスンが反応しないんだよね。なんでここは右で何もしない。そしたらゴールができるっていうことでしょう。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオマジックということで、サムネを見る感じでゴールが塞がれててゴールができないんだけど、カメックがいて、そして音符ブロックがあるから、その2つが何か鍵になると思うんですよ。だいたいこういうコースってカメックはゴールを消してその間に何かするようなコースが多いんだけど、斧がさ、ブロックで潰されてるからどうしようもないと思うんだけどね。一体どうやって攻略していくのか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.84%。まあゴール条件もないし完全に謎解きだろうね。クリア率が 1.84% だからめっちゃ頭使うんじゃない。とりあえず右ダッシュしてみようか。あ、やっぱここされないよな。この下行けたらワンチャンなんかあると思ったんだけど、あ、なんかゴール消せる。もしかしてこのままゴールできるみたいな。うーわ、でも時間が足りんばい。まあまあ、でも消せるのは分かった、消せるのは分かったんだけど、カメックが早くこのゴールを消してその間に右下に行ったらゴールできるっていうことなんかな。おっせどうやって早く消すかが問題だね。まあさっきからやってるんだけど、右ダッシュしてこっからカメックがゴールに当ててすぐ右に行こうか。こっからすぐ右下に行く。これでゴールが復活したらワンチャンゴールできるみたいな。意味が分かんないよ。じゃあもう一旦倒してみる、カメックを。そしてどうしようねえろ。なんで倒したんだよ
いや、右に行くのが最速だと思わない？これ以外に早い方法あるの？で、ここでさ、何が出てくるかによって決まるみたいな、そんな感じなんかな？まずこの音符の意味は何なんだろうね。この音符の謎が解ければなんかクリアできそうな気がするんだけどな。あ、わかった。これ倒せばダメだね。カメック倒したらさ、ゴールがすぐ復活すると思ったんだけど。あ、消えた。わかったわかった、はいはいはい、そういうことね。多分右側にカメックをワープさせるんだよ。そうすることによって早く消すことができるみたいな。多分この辺にワープしてきたら、うわ、これ間に合うかな。どうなんだろう。頼む、あと2秒1秒。まず左に行ってカメックをワープさせるでしょう。そしてなるべく右側にカメック来てほしいんだけど、近すぎないですか？でもこれはワンチャンあるよ。頼む頼む、どっちが先ゴールするの？くっそ、でも今みたいな感じだよきっと。もう分かったね。いや、面白い。ありそうでない一発マリオだね。で、ここでさ、カメックにゴールを消させておいて、カメックをやっぱ倒したら一番早くゴールできると思うんだよ。頼む、やった。いや、これさ、カメックの魔法から出てくる敵キャラがノコノコとかじゃなかったらちょっと難しいかもね。まあでも素晴らしいアイデアコースでした。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。